5つの路線、東京駅直結、羽田まで27分、成田は57分。そう、ここは世界と近い場所、大手町ビル。大丸湯エリアの東側に位置する東西200メートルに及ぶ大型オフィスビル。1958年に竣工、そして2022年にストック価値を生かしリノベーション完了。江戸の象徴である皇居のお堀や二重橋などを想起させる西側の外装には石垣を。大名工事に面する東側は東京駅や三菱一号館美術館にも用いられているレンガをモチーフに、断熱性に優れたガラスやフレームを使うことで環境面にも配慮。出会いにあふれるこの場所には人が行き交う道がある。中央は透明度の高いガラス、西側は石材、東側はレンガ。それはまるで中通りから続く一本道。1階の廊下は寺像と真鍮目地、壁のトラバーチンなど貴重な石材を再利用。金属パネルのゲートとアンティークな照明をリズミカルに配置。ビル東側、スタートアップ企業が多いラボゾーンはダークでクールなイメージに。西側は床の寺像にマッチし、明るくウォームな仕上げに。ビジネス支援や交流促進のステージとして7階中央部に周辺就業者も利用できるラウンジおよびテラスを配置。そして屋上には交流憩いの場を。日差しの下で新しいアイデアを語ったり、育てる楽しみを感じたり、疲れた心を癒す時間も必要ですよね。さらに東に徒歩5分、東京に新たなシンボルも誕生します。この場所はまだまだ進む。人が交わる。可能性が広がる。大手町ビル。